何から話すべきか、何を伝えるべきか、この目で見たこと、耳で聞いたこと、心で感じたこと、星のこと、運命のこと、仲間のこと、すべてお前たちに語ろう。魔法都市ミッドガル、その巨大な町を支配するシンラカンパニーは、星の命であるライフストリームを吸い上げて魔法をエネルギーとして浪費し続けていた。星は悲鳴を上げていたが、その声に気づく者はほとんどいなかった。そんな中、星のために立ち上がる者たちがいた。反シンラ組織アバランチ。彼らはシンラの強化兵士ソルジャーだった男クラウドを傭兵として雇い、一番魔鋼炉を爆破する。魔鋼炉爆破の被害が広がる八番街で、クラウドは花売りのエアリスと出会う。差し出される黄色い花、花言葉は再会。そこから運命は大きく動き出す。アバランチは一番魔鋼炉に続き五番魔鋼炉の爆破を目論む。しかしそれらは全てシンラの手のひらの上だった。シンラは巧みに人々を騙し扇動していた。アバランチは7番プレート落下という未曾有の災害を引き起こした実行犯にされてしまう。大切な仲間を失い、皆が絶望に打ちひしがれる中、エアリスはシンラと取引をし、自ら囚われの身となる。エアリスは星の開拓者とも呼ばれる種族セトラの最後の生き残りだった。シンラはセトラの伝承に残る約束の地を見つけ出そうとしていた。そのためには彼女の力が必要だった。クラウドたちはエアリスを救出するべくシンラビルへと侵入する。実験サンプルとして囚われていた私も彼らと合流し、研究施設からエアリスを助け出す。そんな我々の前に最強のソルジャーが姿を現す。伝説の英雄セフィロス。死んだはずの宿敵は極秘実験施設に保管されていた全ての始まりであるジェノバの遺体を奪い去る。シンラビルを脱出したクラウドたちはハイウェイを駆け抜け、シンラ軍の追っ手を振り切る。再び姿を現す宿敵。その時、耳をつんざく絶叫が響き渡り、運命の番人であるフィーラーがミッドガルを覆い尽くす。運命の壁を前にエアリスが告げる。ここが別れ道だと。我々はこれまで歩んできた道のりがフィーラーによって守られていたことを知る。そして決断の時、壁を越えた先で我々は運命の番人を取り込んだセフィロスと激突する。仲間の思いを乗せたクラウドの一撃が運命を切り開く。戦いを終え、運命のレールから外れた我々はミッドガルを飛び出し、道なき荒野に立っていた。そしてここから誰も見たことのない新たな旅が始まる。
ミッドガルハイウェイから中継です。ご覧いただけますでしょうか。ビルが完全に倒壊し、道路が崩落しております。複数の建物から煙が立ち上り、火の手が上がっているのが確認できます。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。マコーロ爆破事件、7番プレート7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。ドミノ市長と市当局はシンラカンパニーの助言を得て、この竜巻は反シンラ勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。現在停戦中の部隊の関与も視野に入れて引き続き調査するとのことです。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。マコーロ爆破事件、7番プレート崩壊に続き、ミッドガルが全部竜巻に入っちゃったんだって。俺は何かの爆発だって聞いたぞ。竜巻で爆発したんじゃない。立て続けにいろいろ起こりすぎるよな。引き続き現場から生中継でお送りします。現在も倒壊したハイウェイではシンラ軍によって捜索が進められています。不明者1名、はい、そっち元総長、大型の剣、バスターソードの所持、逃亡の恐れあり。繰り返す、逃亡犯は元ソルジャー、バスターソードを所持。おい、あそこ、こっちへ運べ。離陸の準備を急め。あれは救助された方でしょうか。まずい、あっち向けて。救護班に連絡しろ。回収対象者を確保した。これよりヘリにて帰還する。急げ、出発するぞ。
り立ちます。5番街方面に状況を向かって悪い、すぐ戻るから、こいつ見てて。俺の友達、魔法中毒ちょっと
さて聞かせてもらおうか。お前さんとセフィロスの因縁をよ。ティファ全部話すぞ。うん、私は大丈夫。5年前俺は16歳だった。もうソルジャーにはあまり出番がなくて、待っても気の乗らない任務が多かった。そんな中命令が下ったんだ。英雄セフィロスが一緒で俺ははしゃいでいた。すごい雨だな。おい、気分はどうだ？大丈夫。辛そうだな。俺乗り物酔いなんて経験ないから分からなくて。準備は OK？ OK OK。教えてくれよ。またタークスみたいな仕事だったらやってられないからな。おお。せっかくファーストになったのに、休戦協定で戦争は事実上の終結。俺は活躍の舞台を奪われたんだ。あんたみたいな英雄になりたいのにさ。この任務は老朽化したマコーロの調査だ。残念ながらタークス案件に近い。まあいいや、仕事があるだけマシだな。現場はどこ？ニブルヘイム。え？ニブルヘイムは俺の故郷だ。おっと、進行方向にモンスターです。行くぞ。クラウド、そっちは任せる。セフィロスの強さは別格だった。ニブルヘイムといや、世界初のマコーロがあるところだな。うん、5年前の9月、マコーロの様子がおかしいって大人たちが騒ぎ出して、見たことのなかったモンスターが村の近くで目撃されて、それが始まり。村は自警団を作ったが手に負えず、シンラに事態の収拾を依頼した。
そこに派遣されたのが俺たちだった。久しぶりの故郷なんだろう。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は。ちょっと待て。ジェノバって死んだビルのあれか。ああ。でも後で話す。俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。お待ちしておりました。私は村長のゾンだ。しかしなんとまあ英雄セフィロスが来てくださるとは。では早速こちらへ。日暮れまで好きに過ごすといい。幼馴染とかいないのか。可愛い女の子とかさ。しかし何にもない村だな。あんた出て正解。交代で落とそうぜ。
長旅だったのに元気だね。楽しいな。あたし、ニブルヘイム自警団、警備中です。調査団の皆さん、迷惑ですよ。誰だ、出てきて。あたしだってセフィロスさんと話したいんですよ。シンラのソルジャーだ。あんた。私はザンガ。子供たちに武術を教えながら東へ西へあちこち旅をしている。しなやかだがまだまだ細いな。もっと食べなさい。ほっといてくれ。君も弟子にならんか。嫌だ。君と同世代の弟子が大勢いるぞ。その数な128人。この村ではティファという子に稽古をつけて。知っているかな、ティファ。ああ。あの子はセンスがいい。強くなるぞ。まさか。まさか。クラウド、見る目ないね。5年前だぞ。いらっしゃい。本日はシンラカンパニーさんの貸し切りですよ。2階の部屋を。あ、クラウドちゃんなの？2年ぶりじゃない。なんだか立派になっちゃって。あ、やだ、クラウドくんじゃないの。給水塔登ったんだ。2年ぶりの故郷だったからな。やっぱり懐かしかった。そっか。ソルジャーってのはみんなかっこいいしね。セフィロス、かっこよかった。アルトメア
私の家にも行ったの？ティファがいると思って。猫飼ってたんだ。名前はマルだったな。そう、よく家出する子でね。あの日もいなくて。私の部屋も？ああ。ピアノ弾いたの？いや、弾かなかった。俺の実家だ。事件とは関係ない。でもよ、興味あるぜ。私も。うん、聞きたいな。親父は俺が子供の頃に死んだ。だから母さんは一人で住んでいた。顔を見たのはほとんど2年ぶりだった。あれが最後になった。ん？はーい。あ、嘘、クラウドなの？ただいま。お帰りなさい。どれどれ、晴れ姿よく見せておくれ。惚れ惚れするね。これがソルジャーさんの制服なのかい？本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。ちゃんとご飯は食べてるのかい？ねえクラウド。でもねえクラウド。そうだろうクラウド。母さんはね、いつだってあんたの。もうやめよう。なんだよ、お前らお隣さんじゃねえか。そうだけど、あまり行き来はなかったよね。いろいろあったからな。
やらかしたな、クラウド。ピアノ弾けたんだね。すごい。今度聞かせてね。へえ、意外な特技だぜ。耐えられるなんて死ぬまで自慢できるよ。ヒロスさんもお戻りだよ。都会の人たちって素敵ね。村の人たちとは色違い。あの時は気づかなかったけど、今になって思えば、村に着いた時からセフィロスの様子は変だったかもしれない。何を見ている？この風景。え？
俺は知ってるような気がする。セフィロス。マコーロへの出発は明朝早くに決まった。そろそろ休んでおけ。ああ、そうする。おやすみ。その夜はなかなか眠れなかった。緊張と不安と興奮。実は私も。どうして？ティファニーは驚かされたな。古山の事故を忘れたのか。昔のことじゃないか。彼女はもう立派な大人だよ。ガイドが来たら出発だ。了解。セフィロス、聞いてくれ。ガイドはやっぱり私が行こう。いくら本人の。パパ。ティファ、まだ間に合う。辞退しなさい。その話はもうおしまい。強いソルジャーが2人もいるんだから大丈夫。ティファ。おはようございます。よろしくお願いします。ティファ。ティファがガイドなのか。そういうこと。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。危険すぎる。お前が守ってやれば問題はなかろう。行くぞ。ああ。セフィロス、記念に一枚。出発だ。ティファちゃん。セフィロスさん、お願いします。俺からも頼むよ。俺の顔を立ててくれよ。あそこ。ありがとう。撮ります。ずいぶん楽しそうじゃねえ。もう一枚。そうだね。あ、もうじゃあこの時はね。マコーロはニブル山の中腹にある。寒々とした山の空気が懐かしかった。